どうもデイジーです。つうわけで8月27日アップデ分の続編やっていきます。まずは新要素、こちら神々の9センチのいますね。早速左側にいるですね、この猫ちゃん、神々の使者モエさんから行くことができる神秘の湖っていう場所、ここがね新しい要素なんですよ。でこの神秘の湖って何ができるかっていうと、神を呼び出すことができるんですね。神様を。そのためにはどうすればいいかというと、これまず萌えさんに話しかけて、この仮面を交換っていうものを選択します。そしたらね、奉納ポイント50ポイント使うことで祭祀の仮面っていうのを2つ、1日2つまで手に入れることができるんですね。このポイントっていうのはどうやって貯めるかというと、これこのね鉱石を提出することで重さ分ポイントがもらえます。これは鉄鉱石 3.5 の重さが6つなので21ポイント手に入れられると、1日2つまでこの祭祀の仮面っていうのが手に入ります。でこの仮面を手に入れたらですね、神秘の湖のここ、神秘の本っていう場所のここにね奉納するんですよ。で3時間待てば神降臨ゲージっていうのとアイテムが手に入るっていうようなね、そんなシステムですね。でこれ神降臨報酬っていうのがあるんですけれども、この報酬に書いてある通り、これ神をね召喚することができるんですよ。だいたいこの神降臨ゲージっていうのはこの仮面一つにつき、だいたいまあ多くて40とか25から40ぐらいポイントがもらえるんですけれども、そのポイントが 100% 貯まったら神様が降臨なされると、そんな要素でございますね。とりあえず3時間もしくは6時間待ってみましょう。つうわけで3時間経ったんですけれども、見てください、これ植えられている仮面がですね、神が好まないものとかいう宝箱になってるんですよ。でこの宝箱はこちらから奉納完了といただくことができます。これね、小さなメダルとか金貨とか硬貨とか、あと宝箱とかね、いろいろもらえるので結構プラスになります。あーでまだ神は降臨なされないか、これはもうちょっと待たなきゃな。というわけでまた6時間待ったら、なんとか神が好まないものできておりました。奉納完了をいただいたら神降臨しましたね。はい、というわけで報酬も獲得しましたし、こちらがね神様です。今まで見たことがないタイプのやつですね。オニトフスキさんです。この子初めて見た。猫の神だって。野獣召喚、野生の動物の群れを召喚するっていうか、戦闘力900万あるんだけどえ、マジか。 HP95 万ある。うおマジか。これを倒しちゃってもいいような話は聞いたんだよね。あとね神召喚だけじゃなくてね、こうみんなに見てほしいのが、はいこちら、これハーピーとかグリフォンとかね、まれにこれ中立モブがねここにも湧くんですよ、神秘の泉にも。でこの中立モブを倒すとですね、はいこれ時の砂っていう3時間待たなきゃいけないような時間をね短くしてくれるアイテムと、あと神の痕跡を手に入れられるんですね。なのでね、たまに覗きに来ると美味しいことになりますね。ということでね、なんかすげえ速度でガンガン動き回ってるんだけれども、どうにかして彼を倒してみたいね。とりあえず殴ってみるか。あなたが、相手が巨人だとすれば、あなたはアリの雰囲気から本当にオニトフスキを攻撃しますか。やりましょう。当たらない。あれ当たっても、でも反撃は、いや違う、僕の火力が低すぎて意に介してない。あ、毒にはなるのか。お前猛毒は効くみたいだね。自然回復できないと。うお、すげえ効く、すげえ効く、すげえ効いてる、すげえ効いてるよ。おい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 、これ凄まじいダメージだね。で自動回復する前に毒を投げる。これちょっと待てよ、毒薬足りるか。うーわー、つうわけで毒薬が尽きちゃったけど目離したら18万から61万まで回復してるんだけど、毒薬40個ぐらいあれば倒せる。
そんな体力だね、こいつ。いや、規格外すぎるでしょ。倒したところで何かあるかはわからないんだけれども、こんなのが、たまに出てくるようなので、そうだな。倒せた人はぜひ、動画にコメントください。倒したかったな。あと神秘の泉関係でもう一つ新しいのがあるのが、このトーテムを受け取りっていうのをね、萌えさんのところでやると導きのトーテムっていうアイテムをもらうことができます。これね、アイテムさえ使えばどんなところからでもここ神秘の湖に飛ぶことができます。神秘の湖に飛ぶことができるってことは、つまり神々の救世地に行くことができるっつうので、パルミア北にどこからでも飛ぶことができるようになりました。これはかなり便利なアイテムなので、ぜひぜひ持ち歩いておきましょう。とついでに、アップデートで結構鍛冶屋とかの制作系スキルの能力が上がりました。この能力が上がったっていうのは、武器を作ったりするときにこれ装備レベルが上がりやすくなったっていうところですね。武器を作ったりっていうのは結構後半の方のコンテンツになっていくので、いざ最下層とかが300回とかまで行った際に武器を作りまくるっていうのがいいんじゃないかなって思います。現状デイジーの最下層が207回で、鍛冶屋スキルが69なんですけれども、装備レベルは27までしか作れないんですね。なので結構後半の方にならないと自作武器の高レベルものっていうのは作れないような感じに相変わらずなっています。作れる装備レベルは相変わらず103が上限らしいです。なのでね、現状虚無空間でレベル150がマックスではあるので、自作武器がかなり強くなっていくっていうのは先のお話になりそうな感じでございます。そしてもう一つ、なんと飼育動物がですね、資質交換ができるようになりました。見てください、こちら。今までだったらこのフィートの方に飼育生物っていうのが書いてあった場合は資質交換が行えなかったんですよ。そう、ほらこれ、こんな風にですね、牧場で増えた子も資質交換の場所に入れられるようになったんですね。でこの資質交換をすると何がいいかっていうと、例えばこれ能力の値の横に A とか D とか C とかのランクがついてるじゃないですか。これってのは能力値そのものには影響を及ぼさないんですけれども、この能力値の上限の方が少しプラスが入るんですね。例えばこれ筋力が C だったら個体値上限が 3.8% しかプラスされないので、107までしかこの C の個体はいかないんですけれども、 A だと上限が115まで上がるんですね。なので限界まで仲間を育てていきたいっていうプレイヤーさんは、ぜひぜひこの資質が高い仲間を育てる、もしくは育てた後に資質が高めな同個体の仲間を交換してあげるっていうことが大事になってきます。なのでこれ卵ガチャとかで手に入れた赤仲間っていうのが、こんな風に手に入ってすぐの資質が良くなかった場合は、とりあえず一回牧場に入れて資質が高い同個体を一体だけ確保しておいてから育て上げてあげると、後々上限まで育てる時に結構お得になるんじゃないかなって思いますね。つうわけで今のところ遊べる新しい要素はこんなところでございます。釣りに関する動画、ウォーに関する動画は明日、もし釣れても釣れなくても、見に来てくださると嬉しいです。というわけで今日の動画はこれぐらいにしておきたいと思います。また次回動画や配信でお会いしましょう。バイバーイ。